どうも、あきチャンネルです。今回はツノガエル冬の寒さ対策です。はじめにツノガエルは変温動物になります。気温が上がることで体温も上がります。逆に気温が下がることで体温も下がります。ツノガエルは体温が下がることで代謝が低下して食欲がなくなります。寒くなるとコメントでよく聞かれるのが、ツノガエルが1ヶ月餌を食べませんが病気ですかと聞かれます。病気の可能性は低いと思います。ツノガエルは寒くなることで代謝が下がり餌を食べなくなります。これはツノガエルが餌を食べなくても体のエネルギーを維持するために行っていることだと思います。普段からじっとしているツノガエルですが、最小限のエネルギーに抑えることで2、3ヶ月餌を食べなくても生きることができます。中には冬眠していると勘違いされる方もいますが、暖かい南米育ちのツノガエルに冬眠の習性はないと思います。日本で繁殖した個体でも冬眠の習性はないと思うので、無理に冬眠させることでそのままツノガエルが捕食になる恐れがあります。ただ餌を食べないと心配になるので、温浴で体を温め代謝を上げる方法もあります。注意点は、飼育温度20度を下回ると餌を食べたとしても消化不良で体調を壊すので、20度以上の飼育温度で餌を食べないときは25度くらいの温浴で体を温め代謝を上げる方法もあります。他には冬の寒さ対策としてパネルヒーターを使われている方が多いと思いますが、正しい設置方法を紹介します。パネルヒーターは固定温度タイプとある程度温度管理できるタイプがあります。大事なポイントは飼育ケースのサイズ容量に合ったパネルヒーターを使用してください。飼育ケースのサイズは大きすぎると熱の伝わりが悪くなるので、私は20センチキューブ水槽を使用しています。まず飼育ケースを置くための台選びですが、メタルラックや水槽台を使われている方も多いと思いますが、パネルヒーターを直にメタルラックに置くと隙間があるので熱が下に逃げてしまいます。板を1枚引くだけで熱の伝わりが良くなります。次に飼育ケースの下にパネルヒーターを引くときは底面の半分を加温します。ツノガエルは暑くなると加温していない方に移動するからです。パネルヒーターで飼育ケース全体を同じ温度にすることはできません。パネルヒーターの上が28度なら中層上層と上に行くほど温度が下がります。逆に上層が28度ならパネルヒーターの上は30度を超えてしまうのでツノガエルにはよくありません。私はパネルヒーター26度くらいで水槽に断熱材のスタイルフォームを貼り付けて上の部分はガラス蓋を使用しています。注意点は飼育ケースの中に熱がこもらないようにガラス蓋を少しずらして風の通り道を作っています。また加温することで水の蒸発が早まるので乾燥しないように気をつけてください。そして一番大事なポイントは、餌を食べないから糞もしないからといってツノガエルのお世話をサボらないで、1週間に1回の塗剤掃除や温浴で体をきれいにしてください。ここからは過去動画になりますが、ツノガエルの幼体の頃の様子をご覧いただきたいと思います。子供の頃は自分から餌を求めて活発に動きます。だいたい半年過ぎるとドテーっとしても動かなくなりますね。この自分から餌を求める行動、幼体の頃にしか見ることができないので、これもツノガエル飼育一つの楽しみだと思います。
幼体の頃のツノガエルはほとんど警戒心がありません。餌を食べるのに夢中になってます。これからツノガエル飼育を始める方はぜひ幼体から飼育を始めてください。たまにペットショップなんかでも大人になったツノガエル売られています。まあ大人になってからも可愛いんですが、この餌を追いかけ回すこの行動は先ほどもお話ししましたが、幼体の頃しか見ることはできないので、ぜひ上陸1週間とか2週間の個体を購入して飼育されることをお勧めします。本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。